はい、いつもお世話になっております。 BGB357 のバスケットのフローレスですね。フローレス自体はこれで8回目のグループブレイクになります。全部ヒットドラフトでやってますけどね。はい、で抽選いきます。ヒットドラフトですので先に抽選します。ドラフト順位を決めます。2つのサイコロを振って1の1のゾロ目は、振り直しになります。なので2は2回はないですね。最小が3で最大が、12回です。じゃあ振ります。いきます。よいしょ。はい、2と1で3回ですね。はい、じゃあいきます。3回抽選です。1、はい、出ました。2、はい、次3回目です。押します。ポチ。はい、3回ですね。ここちゃんと3タイムになってます。ここにね、あの時刻と、タイムが出るんですね。何回ランダマイズしたかって。はい、1位は、ウェブさんですね。おめでとうございます。ドラフト1位ウェブさん、こちら貼り付けます。拡大しますね。少々お待ちください。はい、出ました。ドラフト1位はウェブさんです。おめでとうございます。ドラフト2位フロ、ドラフト3位 KOJ、 ドラフト4位 KEI、 ドラフト5位 IRV、 ドラフト6位ネリ、ドラフト7位元、ドラフト8位ジュン、ドラフト9位 MT3、 ドラフト10位 SHK、 ドラフト11位タマ RND、 ドラフト13位 IRV、ドラフト14位 UEM、 ドラフト15位 K39、 ドラフト16位ミツ、ドラフト17位 SHK、 ドラフト18位ジュン、ドラフト19位 TSK、 ドラフト20位 SR となります。ドラフト順位が1位の方は一番欲しいカード1枚選んでいただいて、店長の G メールアドレス宛てにあのメールしてください。ドラフト5位の方は5枚選んで上から順にしていただいて、店長の、G メールアドレス宛てにメールお願いします。お手数、一番お手数の方は、いわゆるブービーの19位の方ですね。19種類こう書いていただいて、あの店長の方にメールしてください。で、カードの画像は店長のツイッターのカサマヒッツの方ですね。カズ東京のアカウントの方です。そちらの方に番号付きで画像アップします。その画像の番号の順番でも大丈夫です。BGB の357とお客様のハンドルネーム、それとカードの順位、この3つを記載してメールしてください。はい、じゃあ行きます。357だ。357の上。で、357の下と書いておきます。肘打った。はい、じゃあ、下の箱はここに置いておきます。ここにあります。見えますね、ギリギリね。はい、でこれが上の箱ですね。先ほど書きました。よいしょ。じゃあいいですね、開けていきます。
これが上の箱です。 BGB357 の、1箱目上の箱です。あ、切れてない切れてないです、切れてないですよ。店長いつも切れてないです。はい、切れました。じゃあ行きます。せーの、はい。おお、まあ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 って感じですかね。はい、じゃあまず、あ、ワンオブワンだ。またまたここの位置、ブレイクグリフィン、しかも選手、まあいいじゃないですか。はい、ダイヤのワンオブワンです。ブレイクグリフィン、はい、ダイヤも大きいです。キラってます、すごい。おおはい、ブレイクグリフィンのワンオブワン出ました。しかもベースのダイヤです。はいね。で、真ん中カイル・アービンの9-15、これはこっちに座れてますねっていうあれですね、みんながよく。はい、でもカイル・アービンです。キャブスのカイル・アービンで、右側がガリナリ・ルビー7-15ナゲッツ。ワンオブワン来ちゃいましたよ。しかもグリフィンですからね、オッケーですよね。いっぱいいますからね。はい、一番上、ジャンボパッチマッコーネルス君だ。はい、ジャンボパッチ、はい、セブンティシクサーズ TJ マッコーネルですね。7-25です。7-25。その次サインカード、キース・バンホーン2-10。これはあんまり見ない種類ですねと思ったら、次も似たようなもんですね。似たようなカード、トニー・クーコッチ4-10。これなんかブルーサファイアっぽくてプラチナムっぽくてかっこいいですね、この色、うん。次はオートパッチです。場所はまあまあ、オラディポ6-15 6-15です。はい、次もかっこいいパッチ、モリモリジェイソン・キッドか。おお、しかもマブスジャージマブスキットのオートパッチです。しかもちゃんとジャージマブスです。14-18。悪くないですね。で、ラス前が、ジェリーウエスト。8-15。レイカーズですね。で、最後が、アンドリュー・ウィギンズ。15-25。ですね。はい、ベースは100種類でしたっけ。これ30番ですね。65番、100種類中ダイヤ101が2つですね。コービー着てグリフィン、よいしょ。はい、1箱目終わります。で、2箱目、この下の箱、これです。さっき書きましたね。これいきます。こっちでしたね。はい、はい、で、これが357の下の箱です。いきます。せーの、あ、これ邪魔ね。はい、せーの、ほい。おお、ポールちゃんポールちゃんノートパッチ、真ん中、真ん中いっちゃいましょうね。はい、すごい、19-25。
まあ一応ここジャージ生地で、まあホワイト、ホワイト、ブルー、オレンジですけど、いいですね、いい部分。はい、19-25、ポルジェンギスオートパッチ、ルーキーですね。はい、じゃあレフトはマクダーモット、17-20、ブルーズ。で、右がレジェンドマラビッチ、11-2、11-15です。ルビーですね。ホークス。ポールちゃん。ポールちゃん来ちゃった。はい。あ、これもいいですね。上がパッチですけど、デュラントとウエストブルックのダブルです。かっこいい。サンダーカラーみたいな感じ。パッチも場所がいいです。はい、じゃあまずこちら。これも上位でね、全然 OK だと思いますね。デュラントとウエストブルック。ダブルパッチですね。3-10。オートグラフ。ミドルトンかな。ミドルトンですね。3-15。バックスですね。はい。で、グリーン。アダムスのグリーンオートですね。ここで5枚を使っちゃいました。まあ、これですからね。これが来ちゃってる。次、モートグラフ。ロバート・オーリー、14-25。はい、レイカーズ。次、かっこいいな。次、かっこいいです、これ。ほら、さささささっと来て、こう、ね。同じあれですね。ちょっとやっぱり二の腕も、はい、太くなってますね。かなりね、かなり肉付きもウエイト上がってますね。やっぱりプロ入れして6-10。ザック・ラビンですね。 UCLL とティンバールブス6-10。あ、これも悪くない。ポルゾーと一緒に入ってると思えないな。ウィンスローです。8-15。はい。ポルちゃん出て一緒にね、一緒のケースに入ってるっていう。はい。で、最後は、ジョン・ストックトン、6-15。ジャズ。という具合です。ポルちゃんに行くか、ブレイク・グリフィンのダイヤ1オーバーに行くか。上位はかなりシンキングタイムが長そうです。考えちゃいますね、これね。ね、どっちでしょう。1位、2位、どっちでしょう。はい。じゃあ、BGB357 終わります。この後は、野球の5スターのグループブレイク358ですね。はい。じゃあ一旦ここで録画止めます。ありがとうございます。